お疲れ様でした。お疲れ様でした。尹錫悦大統領が卓越したリーダーシップを持って G20 を大成功に導かれたことをまずお祝い申し上げます。と同時に、この APEC についても大変その成功に向けてご協力をいただいたことを感謝を申し上げます。この G20 と APEC が隣り合う韓国と日本がそれぞれ議長を務めて、実現し、今成功を収めつつあることに、大変私は感激をいたしております。このアジア太平洋地域、さらに東アジアの地域で両国が協力し合っていくことの重要性がますます大きくなると、あらゆる分野での協力をぜひ進めていきたいとこのように思っております。우리간총님께서우리이래원이렇게환영해서고맙습니다。この度このように歓迎していただき誠にありがとうございます。또아주유서깊은요코하마에서우리가이런 APEC 대회가성공적이고인데서아주축하를드리고특히어제가부키문화행사가아마참여한사람들에대해서일본의문화를이해하는데굉장히도움이됐다고저는생각합니다。特にこの度このように優勝深い横浜で APEC が大きな成功を収めていることをお祝い申し上げます。また昨日の文化行事についてですが、歌舞伎公演を見て参加した人たちは日本の文化をよりよく知ることができたと思っております。それでは署名をお願いします。どうもありがとうございました。